足。ウィンターディスコ、あれこれ違う。スパークルシリーズ。開けちゃうの？スパークルシリーズ。ちょっとこっち来て。オッケー。わわ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 わ。はい。これ謎なんだよね。そう。頼んでないのに。実はこれはサンタさんに頼んでないのに、なぜか2つ違う場所にかかってます。次に。そう、次にグラムグリッターを3つと、ヘアコールズ1個を飾ってるんですけど、気づいたら昨日気づいたら昨日気づいたらこれが2つ次にかかってました。そう、サンタの謎についてニャーがお話ししてる間開けちゃって。あ、うん、分かった。これからでいい？え、何それ？なんかあのダイソーで買ってくれた。この辺かな？この辺ですね。この辺。わ、席から立たない。立った。じゃあまずはこちらから出ていきます。ここにあのチビチビいたはずなんだけど、チビチビいるよ。いたいた、チビチビ出てきてない。見えないから。このチビチビ出てきてない。この辺がちょうどいいかな、作業スペース。そこら辺。ああ、後ろのものがいっぱいね。サンタの説明は？あ、サンタの説明忘れてた。雪だるまだよ。で、邪魔するな。なんだろう、なんだろう。ちゃんとサマ入ってる。サマ入りなの？どこ書いてあった？どこにも書いてないよ。サマ入ってるよ。ねえねえ、ダイソーで買ったんだけど本物なのかな？ダイソーで買ったらしいんですよね。あんちゃんがうるさいので止めてきます。実は私、私、あー、うるさい。だいたい映ってない。だいたい映ってない。ここ。決まりね。お願いがある。こうやって見せてくんないかな。そしたら。なんて書いてるの？センターステージちゃん。次は19ベイビーキャット。キラキラしてる。うん、全部キラキラしてるし。リーディングベイビー、リーダー的な感じか。3枚だね。うん、ダンスクラブ。あ、ちょっと待って、ダンスクラブって書いてある。何が？ここにダンスクラブ、シアター。ここにシアターって書いてある。あ、本当だ。ここにはグラムクラブ。グラムクラブって、グラムクラブ、グラムグリッターみたいなの。これがグラムグリッターでしょ。なんかグラムグリッターにいるのかな。グラムクラブとか言ってるけど、グラムグリッター、いないね。いない。謎のシール、グラムクラブ。うん、こっちは？仲がいい。これもなんちゃらクラブとかは書いてない。キーちゃん貼ったな。あ、うん。はい、貼られてますよ。これはきっと本当は出た子のところに貼るんです。いた。バラをベイブ。このステッカーも可愛いよね。これどこに貼ろうかな。どこに貼るかについては後で考える。ねえ、これ番号があるからさ、13、19、15ってあるから、とりあえず19まではあるんだよね。ステッカーは全部で20種類。次はこちら出てきましょう。収録されているステッカーは LOL サプライズステッカーコレクションガム付きと共通です。ガム付いてた？
ついてない。ついてないね。はい。次はこちら開けていきましょう。ちょっと待って。ちゃんと MGA って書いてあるし。LOL サプライズ .com。ねえ、これ。あの、これ。はい。宝トミーじゃないよ。エンスカイ。エンスカイっていう。テレビに出てたの。うん。この裏側紹介したいからさ、見えてるかちゃんと来てくれる？はいはい、近くに来たよ。ちなみに、色どうなんだっけ、スパークルシリーズ、スパークルシリーズのプラスナーはこんな感じです。はい、指で全然見えません。でも多分普通のだったらここはハートローになるんけど、これダイエで、ちなみに裏はラムネ、カッコいいね。あ、新しい。なんだって？グラムグリッターがこれだよ。うん、全然色が違うね。ほら、ファスナーのところも違う。色が違う。え、外の色は？うん、外の色違う。スパークルシリーズとグラムグリッターだから違うんだ。あとで 3D に戻すんだよね。あ、すごい疑われてる。服が開けそうと思われてる。うん。なんだって。これはスパークルベイビー。メロを出してさ、手を叩いてるときそんな顔だったもん。喜んでる。開けたそう。開けたいよーとする。クリスマスまで我慢するの。こんな感じ。はい、キラキラで硬い。裏返っちゃったの。新しいよ。なんでそこにつけてんの。これもうサプライズじゃん。耳でしょ。びっくりした。やで、開けてみます。次星だ。うん、近すぎる。次星だにゃん。星だって、星だって。あ、この子のお団子ちゃんと同じような色じゃない？うん、お団子ちゃんの方がちょっとブルーがかってるけど。硬いわね。そうですね、硬いわね。爪がないと開けないわ。硬いわね。あれ、見てか、最初のだけ開けやすいっていう。これはマリッとして色々とかない。うるさい、ごめん。いや、うるさい。ごめん。あ、星。あ、そういう意味？うん。ジッパーのとこが星って意味？うん。え？ブイーン。なんか本物の LOL って感じ？いや、きっと本物。いや、何を疑っていた？いや、これさ、困るんだよ、取れないから。何が？あ、そういうこと？チョキチョキしますよ。手気をつけて。だからあの時取れとったんだよ。うえ、豪華に行ったよ。ペリー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 。あ、色違う。シークだといいな。ちなみに欲しい子って誰なの？あの最初の表紙になってたこの子だよ。ユニコーンの形をつけてる。あ、ユニコーン、この子、うん、ユニコーンって名前らしい。名前じゃないけどね。名前だよ。そうなの？うん、知らなかった。でもさ、これもうあらかじめ色が濃いってバレちゃってるじゃん。今回もそうかな。最後のピリピリじゃないけどね。この見えていますね。ゆっくり。あ、これハートだ。なになになに、ハート。はい、見えない、ここハートだ。ハート、星、一番なんだった？ダイヤ。ダイヤ、ダイヤ、星、ハート。あ、また子がいたよ。この子誰だ？あ、ダスクちゃんだね。よいしょ。あ、気にくい。あ、なんでこや。怪獣になったよ。これの意味は
口から吹き出す。目からピューって涙が出る。カラーチェンジ。この子はおもらしですね。どの子が出るんだろう。わかんない。てかこれあると余計に開けにくいから今撮ってる。頑張って。あまや。最後の見えないペリペリ子。見えないペリペリ。なんかついてる。見えないペリペリかと思ったら下にまだあったっつってるね。あ、ここにあったよ。じゃあ僕はみかんを開ける動画を作るよ。みかん開ける動画？みかんを開ける。みかんプラス LOL みたいな。みかんペリペリ、みかんペリペリ。あ、開かない。このみかんは開けにくいですね。柔らかい。なぜか柔らかい。S サイズって一口で食べれるからいいよね。これ最初の動画でできてなかったんだけど、ちょっと見たそれってネタバレ？大丈夫か。ネタバレではないようです。じゃよーん、じゃよーん。じゃあ牛乳ください。おもらしとか衝撃的だな。これは内側の台に立ててかけて遊ぶことができる。遊ぶというか飾るか。何が出ました？何が出ました？もう欲しいことはありません。見えないよ。こう、アイマスクかな。アイマスクみたいですね。おやすみ。多分この子は生えてると思います。あ、待って、ファラオベイブちゃんだけここ色濃いんだ。他の子は薄い。スナックルベイブきっとこの子だね。シートに貼っておきますね。おもらしなんだ。おもらしちゃんかかわいそうだな。口からブー。めっちゃふくらめらめです。ふくらめらめ全く見えてない。はい、ふくらめらめ。なんかとても硬い袋が。服も硬いよ。靴も硬いよ。柔らかかった。うん、パンダ？パンダっぽいね。
教えてみよう。めっちゃラメラメ。声出てない。めっちゃラメラメ。めっちゃラメラメ。あ、ドールがいないのか。はい、ドールに着せるとこんな感じです。違う、ドールに着せるとこんな感じです。ノーマルなのにめっちゃレアっぽいんですけど。レアっぽい、なんで。なんかノーマルなのにボトルダメダメだもん。しかもその子多分ペットの子と同じボトルの色違いだよ。これはグレーだね。グレーに見えるかな。うん、痛い。なんか書いてある。デイジー切れた。グーグー。うわ、ベイビーグーグー。この子の子は全員なんかこんな感じで柔軟体操してる。あ、ごめん。はい、柔軟体操。柔軟体操は大切ですよ。もうキーちゃんの方向けるから、咳でも何でもしちゃって、うん、鼻から下しか映ってない。鼻から下ってねじるようにしなきゃいけないんだね。うん、出ました。髪の毛めっちゃラメラメ。ラメラメ。近くに持ってきて。目もラメラメしてるじゃん。うん。これ小さい時のキイちゃんの前髪みたいだな。ちょび切れ。後頭部。うわっ。おしゃれなんだけど。何が？後頭部見た？猫みたい。リボンだけど。でもさっき人間に着せるとこんな感じですってニャンさっきやったの。ん？いや、さっきどっちに着せるとこんな感じですってやったの。いや、そんな感じではないよ。そんな感じではないよ。めっちゃ手がダメダメ。キイちゃん、時間的にアウト。時間的にアウト。何か、え、もう全部？全部。じゃあ大急ぎで着せていこう。なんかね、脇が入りにくいんだよ。時間的にアウト。 L は猫じゃない。ニャーじゃん、ニャーじゃん。立たせるとこある。あ、ボールの色何色だった。グレーでいいし、立たせるところちゃんとあるよ。これね、なんかね、取れそうな勢いなんだよね。取れるのかな。ママが見たところ、取れそうにはありません。ただ怪力なのでいけるかも。やってみる。いや、ぶっ壊れたらごめんね、うん、いや、取れそうだよ。取れそうだけど壊れそうだよ。うん、やんのバカ力だぞ。あー、ニャーは相変わらずバカ力なので危ないかな。うん、やめておこう。私は開けるだけで自分的にアウトなの。そうだね、開けるのがゆっくりだからね。これニャー、なんで次いいの戻さないの。ああ、今動画撮ってるから。うん、後で戻すの。うん、かもしれない。にゃんの、あ、猫ちゃんの靴が可愛いよ。いや、言わないでいいよ。しかも動画で言わなくったっていいじゃん。もうにゃんの顔に出てるよ。もう開けたいって。にゃんの顔に出てないでしょ。死にません。死んでいいんですか。ダメ。開けれなかったら死ぬんじゃないんですか。死ぬほど開けたいっていうのが顔にもう出てるよ、ね、この子外股で入らないんだけどいいの。無理に入れるのかな。無理やり。無理やり入れるのかな。無理やり入れてみます。入りません。かかとから入れる。いや、そういう問題じゃないのか。ちょっと、もうここでおしまい。